皆さんこんにちは、スタントライダーの岡です。今回はショーに向けて練習をしていたらフレームが壊れてしまったという悲劇のお話。スタントライディングは競技の性質上転倒が多く、また技の負荷がとても高いので、メインフレームを消耗品のように交換や修理を行います。ブレーキパッド、オイル、チェーンと同様にラジエーター、ホイール、スイングアーム、フォークなども消耗品です。そして今回はメインフレームが壊れてしまいました。しかしこんなこともあろうかと、実はスタント用のスチールフレームを海外から取り寄せ済みです。それでは大型バイクのフレーム交換、素人 DIY 整備ですが暇つぶしにご覧ください。おかチャンネル、皆さんこんにちは。スタントの練習中にメインフレームが壊れてしまったスタントライダーの岡です。はい、ということで残念ながらですね、メインフレームが入ってしまいましたね。スタントライディングでいうと、そのメインフレームっていうのはね、もうよくひびが入ってどんどんどん交換したり溶接して直しながら、乗っていくものなので、このトラブル自体はね、よくあることなんですけども、問題なのが実は、数日後にですねスタントショーがあって、このバイクしっかり乗らなきゃいけませんということで、急ピッチで、メインフレームを変えていくんですが、今回新しい、フレームを用意しました。それがね、こちらにあるブラックボックスの中に入っている、スタント用のスチールフレームです。はい、ね、スタント用のスチールということでひびなんかも入りづらかったりして、少し、ね、重くなっちゃうんですけども、安定してこう、ね、バイクに乗り続けられる、そういうメインフレームになります。はい、まだ、ね、開けてないのでどんなフレームなのかこれから、ね、見ていくんですが、今日は頑張って、このメインフレーム交換、やっていこうと思います。
はい、ということでここでやっと折り返し地点です。でここから新しいフレーム、このスタント用フレームこれから組んでいきたいと思います。ただね、バラすより組む方が大変です。頑張ります。おかチャンネル、Sometimes you're too much. I'm down and I'm up. I know I'm hard to love. I know I'm hard to believe. I'm never happy, it seems. But you put my heart at ease when it's crashing like the seas. I know I'm hard to believe. But baby, if it were.さて、エンジンかかるかどうか。エンジンかかるかな。ということで無事にエンジンもかかってしっかりバイクを組むことができました。なんだかんだですね、多分丸2日間ずっと働きっぱなしだったと思います。いつもはですね、この作業結構慣れているので、ほんと1日あればフレーム交換ぐらいできるぐらいの、速度感でいつもやるんですけども、今回は時間がかかりました。というのも、まあ最初から分かっていたんですが、大体こういうスタント系のパーツっていうのは、まあ、ポーランドとか、まあ、アジアだったりとか、そういうところが安くて買いやすいんですよ。で、まあ、そういうところで、買うと大体穴の位置とか、設計上のミスとか、まあ、結構あるのが、まあまあ、大前提で僕も買ってるんですけども、今回それがですねかなり、しんどかったです。はい、まずですね、ステムの、レース、これがねはまらなくて、結局レースの周りを削って打ち込みましたね。で、まあ、そういう多分ね、もうこの径をミスってるんだと思うんですよね、うん、で僕ちょっとそういう加工系のことよく分かんないんですけども、であとは、フレームの形が違くて、ラジエーターのホースの取り回し、それがですね純正と同じようにできなくて、結局、フレームの方をちょっと、まあ、削ったりして加工して、なんとか、ラジエーターのホースの配管を変えました。であとはですね、塗装がですねネジ山に入り込んでいて、ネジが入らなかったりとか、フレームの形がちょっと違くて、エンジン積もうとしたらエンジンとフレームが当たっちゃって、シャフトが、まあ、この辺ねシャフトがこう2本くらい通ってるんですけど、これがうまく入らなかったりとか、
ステップの位置がちょっと内側すぎちゃってスイングアームに干渉するとか、もうそんなのがですね山ほどあって、結局それのやっぱいちいち考えながらどう加工してとかってやるのって、それにですねかなり時間がかかりました。で、まあ丸2日間かかりました。はい、ただですね、今回スチールフレームにしたので、僕がねよく今まであった、フレームにひびが入りましたっていうトラブルは今後なくなると思います。その代わりね、フレームの重さは多分ね持った感じ 4,5 キロぐらいは重くなってます。まあ鉄だから仕方ないんですけども、まあ、スタント的には、まあ、軽さももちろん武器なんですけども、練習とか、に耐えられるしっかりとした強度っていうのはめちゃくちゃ重要なので、こういうね、スチールフレームっていうのが、まあ、本当にガチのトップ選手は、使います。はい、僕もね 6R の時はハイブリッドって言って半分鉄のフレームをね使っていたんですけど、結局ねアルミの部分が壊れるんですよね。なのでこういうフルフレームが一番、おすすめです。はいね、あとはですね、フレームを変えたことによってこのねフレームがちょっとスリムになってハンドルの切れ角が増えた感じがしますね。ハンドルの切れ角が増えるとドリフトをやった時にねカウンターを当てる量が増えたりとか、あとはストッピーをするときにターンがねしやすくなったりとか、いろんな利点があります。はい、なのでそういったねトリック上でもいいポイントが結構あるので、フレームに慣れつつ、フレームのね重さにも慣れつつ、ハンドル計画にも慣れつつ、まあどんな進化ができるのか、その辺をね今後探っていきたいと思います。ちょっとね時間かかると思います、慣れるまで。はい、で、実はですね今週末、まあ、プライベートなイベントなんですけども、ショーがありますので、それに向けてですねちょっと練習して、ちゃんといいショーができるように頑張っていきたいと思います。はい、ということで今回は、フレーム交換の動画でした。またね、手が汚くてごめんなさい。